どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、またちょっと分け目の隠し方をやります。今回もちょっとお人形さんで、このセンターパートで結構分け目が出ることが結構多いかなと思うんですけど、これをある道具1個使ってちょっとこれをぼかすというか馴染ませる方法をちょっとやっていきます。まあ普通に乾かしたりとかしたら絶対こういう感じで皆さん大体になると思うんですけど、でこれがすごい気になっているということで、まあお客様からとかでも結構そういう意見をいただくので、まあ簡単にある1個の道具でしっかりと直していきますので、よかったらいつも悩んでる方参考にしてみてください。それでは動画を始めていきます。はい、これがビフォアの段階です。で今回はこのダッカールを使用していきます。ではそのダッカールで分け目をこれで挟んでいきます。ここからだいたいまあなんていうんですかね、まあ、1センチ幅ぐらいでいいですかね。1センチちょっと幅ぐらいあってもいいかもしれないです。この幅を分け目をこうすくうような感じで上まで持ってって挟みます。こんな感じで分け目が今ダッカールでこう挟まれてる状態ですね。でここで少しだけドライヤーを当てていきます。でさっき時間ちょっと置いて外すと根元に立ち上がりができてます。これをなじましていきます。すると根元がふんわりと立ち上がってる状態になります。でバームを軽くつけてなじませます。はい、こんな感じで仕上がりました。根元にしっかりと立ち上がりが出て、分け目も少し目立たなくなっているかなと思います。いつもパックリ分け目にお悩みの方、よかったら参考にしてみてください。